まりましたチールズラジオルーム、改めましてこんばんは、チールです。この番組は皆さんの夜のひとときの癒しになれるかな、なれればと眠る前の少しの時間ですが、私チールがトークや歌を皆さんにお届けするラジオ番組になっております。先日5月28日ですね、私の愛するニャンの一匹の方が誕生日を迎えまして、3歳にあらせなららされましたもうね、ありがたくありがたくありがたき喜び尊し、本当に本当にありがとうという気持ちでね、まあそれもここでね、ニャンのことをちょっとお話しさせてもらったと思うんですけども、3歳になった方は心臓のね病気のある子なので、こう分かったのが1歳半ぐらいの時だったかな、うん、だと思う。で、いいえそんなことはないわ、2年前だね、うん、1歳ぐらいの時にちょうど検診を受けに行って分かったことなんですけど、そう、それでまあなんかね、動物と一緒に暮らしてる人とかだったら結構いろいろ分かるとは思うんですけれども、こうね、病気のことについて調べると本当にお先真っ暗みたいなことが書かれてて、余命もねそんなに長く生きられないんじゃないかみたいな、ことが結構書かれてたりしたことで、ものすごく落ち込んで、たんですけど、こうしてね3歳を元気に迎えることができてありがたい、尊しい、もう本当にもう存在していただけるだけでありがたいというね、もうこの子たちのために我々は生きておりますという感じなんですけれども、なのでお部屋を飾り付けして思う存分美味しいご飯を食べていただきました。最近はそんなところですかね。先週にね、先週の放送についてメッセージ一つもらってるので読ませていただきます。いつかさんから、チェールさんの笑い声に癒された、ありがとうございますはい、そうなんですよ。先週はですね、なぜかすごくハイテンションでの放送になってしまいました家に帰ってですね、撮って、家で撮ってスタッフさんに送ったら、ちょっと素のチールが出すぎと注意されましたなんで、カットしてくださいだったりとか、撮り直しますだったりだとか言わせていただいたんですけれども、そのまま放送していただきまして、どうでしたか。私も聞いてみて、もう笑ってると思って、いや楽しいことがあったのよ、その日、その日楽しいことがあって、そのテンションのまま帰ってきて、はーい今日もお家で撮ってるんですけども、ちょ、そのテンションのまま撮ってしまったというか、撮ったので切り替えがねなかなかできなくて、まあ別に作ってる、今こうやって作ってるというわけではないんですけれども、友達と楽しい話をしてからの流れってあるじゃないですか。そう、それが完全に残ってしまってて、大変お聞き苦しくさせてしまってたら申し訳ございませんでしたただね、本当素の私はあんな感じでなんですよはい、さてさて、先週お知らせをさせていただきましたが、メタル界のバックストリートボーイズと言われている、います、フィンランドのバンドブラインドチャンネルさんとのコラボが決定しております。6月3日渋谷のデュオミュージックエクスチェンジである彼らの初来日公演で、なんと私がスペシャルゲストとしてお呼ばれしまして、 Die Another Day という曲を一緒に歌わせていただきます。ありがとうございます。それについてスナさんからメッセージいただいてます。チエルさんこんばんは。6月3日ブラインドチャンネルさんのライブチケット取りました。お、メタル系の曲を普段聞くことはないし、ブラインドチャンネルさんも残念ながら存じ上げてませんが、これもいい機会だと思い行ってみることにしました。
オールスタンディングのライブハウスなんて生まれて初めてで、ね、しかもそれがメタルバンドのライブということで若干ビビってます。でもそれ以上にチエルさんの歌が楽しみです。6月3日残業になりませんように。須田さんありがとうございます。これをね撮ってる今日の時点、29日の時点ではチケットもまだ買えそうですので、もしよかったら皆様チェックしてみてください。私が公の場というかライブに出るのは今年これが初めてじゃないのけってことなんですけれども、今日ねたまたまそんなことを言ってしまっていいのだろうかと思うんですけども、深く深く共感してしまったがためにもうね言おうかなじゃないけどね、あれなんですけれども、ツイッターでなんかピアニストの方なのかな、楽器演奏者の方なのかな、ちょっと知らない人面識のない方なんですけども、がこうタイムラインに出てきて、その方が申し訳ないけれどもそのライブがものすごく苦手なんですみたいな、で何が嫌かってその演奏云々じゃなくて普通に人に見られて注目されることが嫌で仕方がないみたいな、耐えられないみたいな、でなんかその後に皆さんも そうじゃないですかって、人前で歌ったりだとか人前で演奏したりだとかするのってすごくこう恥ずかしかったり、はいよすみませんすみません、そうそれでそうなんかこう注目を集めることは嫌じゃないですかみたいな感じで書かれてたんですけれども、私が思っていることを言語化してくれてると思って内部がね好きじゃないというか苦手では苦手なんだよね、なんかこうその前から言ってると思うんだけど、こうなんて言うんだろう、できれば見ないでっていう歌だけ歌いたい、歌だけ歌いたい、そうこれすごく矛盾してるんだけど、たださ、すごくそれでなんかなんてなんて人間なんてアーティストなんだって言って自分で責めることもまだあるんだよね。なんかこう周りのさ、こうアーティストさんとか特にバンドマンの人とかと話してると、もう楽しくて仕方がない、ステージの上がステージの上でもう死にたいみたいな、もうステージの上だけがもう何してもいい場所みたいな、楽しくて楽しくて仕方がないって言ってるのよ周りが、大体そうなんだけど、それ一つも共感できなくて、本当昔からライブがあんまり好きじゃないとか言わないで、苦手なんだよね、意味わからんこと言うけど恥ずかしいんだよね。そうなんかそれがあって、みんな目隠ししてくれたらいいのにとか思ったりするんだけれども、でも実際やっぱ歌ってる今まで行ってきた、出させてもらったライブとかも含めて行ってきたライブで楽しかったライブって1回しかなくて、そうなんです、自分のライブとなるとやっぱ準備のこととか、なんかまたもなんかくちゃくちゃでまだまだ楽しめるという段階にないのはもなんかね、その後々後悔するから毎回、そうなんで次こそは楽しいだけの空間を作りたい自分からと思っておりますので、3日はね出させていただくので、出させていただく、何て言うの、やるとやるからには全力なんですけれども、毎回そうなんで楽しむことを心を念頭に歌いたいと思います、今後も含めて、はい。なので何やった、ここからですねテーマトークに参ります。ちょっと待って、須田さん
ありがとう、楽しみにしています、会えることを。はい、テーマトークに参ります。チラジでは毎月月間トークテーマを設けてメッセージを募集しております。5月のトークテーマは最近イライラしたこと。もういよいよ 今週これが最後の5月のトークテーマですね。そして今月のリクエストテーマは歌詞が好きな曲です。みんながグッときた歌詞、支えにしている歌詞の曲募集しております。意外とイライラしたことの投稿が少なくて、みんなイライラしていないのか、それともイライラしすぎてなんていうの、その人に言えない、言えるようなんな軽いものがないのかみたいな、なんかちょっと気を使ってくださってるのか、全然ぶつけてきてくださいって欲しいなと思ったんですけども、リクエスト曲についてのメッセージをたくさんいただいてますので紹介させていただきます。次郎さん、チェルさん、こんばんは。こんばんは。最近バタバタでリアタイできてないけど、休日の少し休める時間にゆったりと聞いています。今月のリクエスト、歌詞が好きな曲、私が好きな曲はラムワイヤーさんの僕らの手には何もないけどです。サビの歌詞、僕らの手には何もないけど代わりにつなぎ合えるからという部分が大好きです。今まで自分にはこういう考え方ってできてなかったなとハッとしました。この曲の歌詞のようにチェールさんやマネージャーさん、チェーラーの皆さんとつながっていけたらいいなと思っています。チェールさんに歌っていただくのは難しいのかなと思いますが、ポスト見たらメールしちゃいました。 MV とても素敵なので見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。 MV 見させていただきました。あれですかね、ラムワイヤーさんのこの僕らの手には何もないけどという曲は存じ上げてなかったんですけども、象の背中という本なのか何なのか、この漢字の絵を見たことあるなと思って、で旅立つ日という曲で私は、知っていました。あ、この絵、はい、ものすごくなんていうの、優しいタッチの絵で、その印象に残ってたので、このもっとね、最後までというか今パッと途中ぐらいまで見たんですけど、最後まで見たいと思います。この曲もなんか畳みかける系というか、繰り返して言葉を紡いでいく系だなと思って、多分心に来るんだろうなと思いました。また大切に聞きたいと思います。続いて秀蔵さんから、チェルさんお疲れ様です。リクエストですが、中森明菜さんのスローモーションです。不意に背筋を抜けて恋の予感甘く走ったなところが少女の気持ちをすごく表現していて秀逸です。チエルさんの声にとても合うと思います。ぜひお願いします。ありがとうございます。中森明菜さん大好きです。私もスローモーションってどんな曲だっけ、あれか、出会いはスローモーションとかいう感じのやつですよね。なんかかっこいい系の曲が中森明菜さんは多いなというイメージなんですけども、しっかり可愛らしい曲もあって、なんか本当にあの時代のアイドルさんたちすごくいい好みです。私いつか歌謡曲縛り、前もしたかもしれないんだけど、がっつり歌謡曲縛りのリクエスト月間もやりたいなと思っています。ありがとうございます。いろいろとねリクエスト他にもいただきつつなのですが、今回は私の歌いたい曲で行かせてほしいなとまた思いました。というのも私がの曲歌いたい曲というか、友達がね、このラジオを聞いてくれてるんですけれども、友達が私が歌う曲、カラオケとか行って歌う曲の中でこれが一番好きだって言って、それまではそのなんて言うんだろう、ふわっと聞いてたんだけど、こう私が歌ってこうカラオケですごく染みたみたいなことを言ってて、歌詞一つ一つが、でそこからそんなこと言われると私も嬉しがっちゃって何回か歌うようになったんですけども、
なんか A メロが私のは私は特に、好きだなと、こう A メロの歌詞のところがね。でそうで、この皆さんにリクエストありますかみたいな感じで聞きつつ、その前に友達になんか好きな曲あるみたいな感じで聞いた時に、この曲がすぐに出てきたので、これはこれを歌おうと思いました。アンジェラ・アキさんの This Love です。それではお聴きください。アンジェラ・アキさんの This Love。
ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。お聞きいただいたのはアンジェラ・アキさんの This Love でした。チエラジではですね、毎月月間トークテーマを設けてメッセージを募集しております。6月のトークテーマを発表いたします。梅雨に入っていくのでお家にこもる機会も多くなるかなと思いますので、意外とここ限定では取り上げてなかったのかなと思い、梅雨この時期にですね、一気見してほしい好きなドラマ、おすすめのドラマとします。私のマネージャーさんはここ最近だと少し前になるんですけれども、ビバンを一気見したそうです。確かビバンが放送されている時にこの話をしたんですよ。見てるみたいな、だから見てませんみたいな、面白いんですかみたいな感じで言ってたんですけど、私はめちゃくちゃ食い入るように見たし、考察動画なるものも見たしみたいな、すごい好きだったので、今見返したということでどうだったんだろう私も最近忙しい中でその脳をリフレッシュしたくて、こうドラマをね、見返したんですよね。石原さとみさんが出てるアンナチュラルがトップ10かなんかに出てきたので、ネットフリックスでそれをね見返して、私ああいうの好きなんですよ。仮想研みたいなの結構好きで、グロいの結構、グロいって言ったら、あれなんですけど、そういうの結構好きなんですよね。そうなるんだとか、面白いとか。だから海外ドラマでもボーンだよね、骨のボーン、骨をこう鑑定していくすごい連続ドラマだったんですけど、あれとかもすっごい見てた、めちゃくちゃ見てた。でそうとか、見てるかな。で今はなんだっけ、全くタイトル出てこないけど、今放送中の弁護士のやつもたまに見てます。ドラマとかじゃなくても全然アニメでもいいので、ぜひ一気見してほしい好きなドラマ、アニメを皆さん教えてください。そしてリクエストテーマは再びですが、やはりこれしかないだろうということで、雨をテーマにした曲を募集いたします。ということで、テーマトーク、楽曲リクエスト、私に聞いてみたいことや皆さん相談事などありましたら、どれも X にハッシュタグチェラジ、カタカナでチェラジをつけてポスト、またはメールでチェララジアと gmail.com までお送りください。そう相談事で今思い出したんだけど、この間さ友達から相談があって、2時間半ぐらい電話で聞いてたんですけど、幼馴染の女の子なんですけどね、長くなるからパパッと話すんだけど、その後も壮絶な生い立ちがあって、こうアダルトチルドレンであり、教依存であり、他に何だっけ、人間関係リセット症候群なるものがあるんですけど、それであり、うつっぽくさもありみたいな、なんかちょっともう生きるのしんどいだろうなみたいな子なんですけど、結構その子からこう話を聞いてて、なんか、なんだろう、人にこの子は誰にも悩みを打ち明けられないんだろうな、こうして私に年々に一回会うか会わないかなんで、大阪にいるのでね、こうやって電話してくるのは結構もうその切羽詰まっていることなんだろうなと思って、いろいろずっと聞いてたんですけど、なんかこう人のなんかこう聞いてあげるだけでも、あげるだけでもちょっと上からかな、聞いてもらうだけでもやっぱり人ってストレスがなんか軽減されたりだとか、こう話、私もそうなんだけど、話してるうちに
頭の中で自分の気持ちが整理して答えが見つかったりすることもあるので、ぜひ何か皆さん詰まってるものがあったら出しちゃってください。私でよければ聞きます。そんなこんなで、お待ちしております。来週6月3日ライブで会える方、久しぶりに会えるのですごく楽しみにしております。それでは明日も、次回今夜も聞いてくれてありがとう。明日もあなたにとっても私にとってもいい日になりますように。おやすみなさい。